春ュ下から湖の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。春ュ下から湖は、北海道釧路市ア艦町にある湖である。1970年代に人工衛星によって、その存在が確認された湖で、2007年現在、日本国内最後に発見された湖とされる。しかし、 地元の人々はそれ以前より湖が存在することを知っており、1920年の国土地理院五万分の一地図にも、春区下から沼と表記がある。近くには、春区下から川があるものの、湖とはつながっていない。水は、周囲の山々から流れ込むが、流れ出す川がなく、全容については未だほとんど解明されていない。湖水の透明度は高く、 固定に沈んでいる巨木が水面から垣間まみられる。春空はエゾ松、下からは鳥の鳴き声を表すアイヌ語である。この地の名称、下からの由来は、ある人が土地をもらって川の縁に住んだところ、夜明けに鶴の飛ぶ高さで、下から下からと鳴きながら飛んでいく神様を見たというアイヌの伝承による。近隣にこのアイヌ語に漢字を当てた。 絶神の地名が見られる。湖の周囲は、新興根光樹林の原子林であり、エゾライチョウ、エゾシカを、はじめ多彩な鳥獣が生息している。これらのことから、北海道によって、春区下から鳥獣保護区に指定されている。70年代には、ヒメマスの放流が行われたこともあったが、壁縁すぎるという理由で中止になった。湖には、 春ュ下から林道等の林道が通じている。この林道は、湖の発見にちなんで、発見沢林道とも呼ばれる。道林道は、分岐に案内表示等がなく、また、崖部分にもガードレール等が整備されていないため、車両滑落の恐れがある。約21キロ区間は完全な無人地帯で、周辺は、ヒグマの生息地である。携帯電話は、 各社電波が通じず一切使えない。道林道は2012年7月現在、倒木、雨による流出、断雪による崩落などで通行止めである。そのため、湖へ行くには、オス別経由で、北洋ヘルプ内林道経由か、オス別林道大石沢林道経由で行く必要がある。 道が開けると左側にもイ橋が見えてくるので、その橋を越えて左折すると、右側に沼の沢林道の案内表示がある。そこから2キロメートルほど、沢伝いに急な登り坂を登り切ると、眼下に湖が現れる。湖面に降り立った画像。ありがとうございます。